4フィート6インチ機関は、主に19世紀初期のスコットランドのラナークシャー地方の鉄道で採用され、そのため、スコッチゲージとも呼ばれる。イングランドの初期のいくつかの鉄道で採用された4フィート8インチ機関とは異なっていた。初期の鉄道会社は、各社独自の機関を選択したが、19世紀後半には、各鉄道会社間との同一の機関が確立されたことにより、 各会社間との車両の乗り入れが促された。1840年代初頭には標準機の鉄道がスコットランドで建設し始め、最終的にすべての1 3 7 2ト、mm、ル機関は標準機に改め機された。1 3 7 2ト、mm、ル機関の鉄道は1846年にイギリスで法的に使用できなくなった。1903年以降、 東京の路面電車がこの機関を採用した。スコットランド農政アシャ社にあるエグリントンカントリーパークにある1831年のスコッチゲージ路線の一部。アードロサンジョンストーン鉄道で使用されていた長さ15フィートの平底レール19世紀初めから中期にかけて数社の旅客鉄道が1372ミ、mm、リメートル機関で建設された。 ロバート・スティーブンソンカンパニーは、ガーン・カークグラス号鉄道向けにスコッチ・ゲージの機関車であるセントロロックスを製造した。これは後にペーズリーデンフルー鉄道に売却された。すべての路線は後に標準機に改め機された。1384mm 機関蒸気の鉄道に加えて、 1822年と1835年の間に承認された3つの鉄道があり、ダンディ地方にて建設された。その路線の基間は4フィート6プラス1にインであった。1676ミ、mm、リメートル基間、グレインジャーとミラーは同じエリアに1676ミ、mm、リメートル基間の鉄道を2路線建設した。トーマス・グレインジャーは1435ミ、mm、リメートルでは、 狭すぎ、イザムバードキングダムブルネルの 2140mm では広すぎると考え、この機関を選択したと言われている。グラスゴーペイズリーキルマーノックエア鉄道とグラスゴーペイズリーグリノック鉄道は開業時から標準機で建設された。ジョージス・チーブンソンに由来し、スティーブンソンゲージとしても知られる 1435mm 機関は、 1846年、機関統一法の発行後、クレートブリテン島の標準機となった。旧路線のいくつかの路線は存在しているが、使用されていない。京王線 1372mm 機関の線路、東京県の 1372mm 機関の、線路図 1372mm 機関はイギリスで、使用されなくなった後、日本で使用されるようになった。 東京電車鉄道の前身である東京馬車鉄道が1882年の開業時に 1372mm 期間を採用し東京市街鉄道、東京電気鉄道もこれに追随した。1903年以来、ほとんどの東京都電車の路面電車網は 1372mm 期間で構築された。この期間の使用は 路面電車網への乗り入れを考えていた他の郊外路線にまで拡張された。東京では1972年に主要な路面電車網が廃止されたが以下の路線ではこの期間が引き続き使用されている。東京馬車鉄道が1882年の開業時に 1372mm 機間を選んだ理由は不明である。ニューヨークの馬車鉄道がかつてこの機間を 採用していたのに習ったとする説があるものの、ニューヨークの馬車鉄道は、当初から 1372mm ではなく 1435mm の標準機を採用しており、この説は誤りだとする反論がある。1372mm 機関は、東京とその周辺では一時広く採用されたのに、対し、日本国内のみならず、世界的に見ても、 東京以外での使用例が極めて少ないことから、これを東京ゲージと呼ぶ鉄道シアもいる。ありがとうございます。